と変かなって思いました。おい変だってよ。クルメシリーフ。左下じゃない、はい、これ。ああ、これ、現行犯、ちゃんとさ。ダンディ、現行犯です。現行犯ダンディ。現行犯ダンディ。一応、まあ多分、ストーリー説明すると、はい、お待ち最初、キッチン脇、展望デッキ配線して、武器庫下4丁しまった後、戻ったら、キッチンの木の字のところぐらいで、サントさんが切ってる。はい。俺は、もう一匹ちょっと。うん、キッチン脇。俺はその上に向かって抜けていこうとしたから、これ通報遅れてるだけ。サントさん普通に見られたっていうから、あ、ごめん。あ、私、おもいちさん、キッチン脇覚えてなかったです。4人で湧いて、私がバーガータスク、ん？ベントタスクやったときに、バーガー付近にメタちゃんがいたのかな？で、ちょっとごめんなさい。僕が、配線から戻ってきたときに、アルマ君は、バーガータスクやってた気がする。サントスさんは知らない。まあ、いい、私バーガータスクやって、うん、だと思うよ。関脇でアルマさんがそう走ってきた。で、ね、キッチンから走ってきてバーガータスクやってて、そうだそうだ。私と入れ替わりでバーガータスクやって、うん、私が、弁当タスクだけやって、うん、配電盤待機してたんですよ。で、そしたらアルマさんが来て、うん、アルマさんが、コミサボなったから出てて、私がそのちょい後ろで並走してって、並走してる前を走ってるアルマさんが切られて、私がレポートみたいな感じです。うん、ストーリー的に今の俺に部があると思ってて、サントスさんって俺の死人を、把握していなかったからこその今の発言やと思うんですけど、アルマ君がどっから来たかっていう情報がなんでサントスさんから出ないのかって分からなくないですか？意味分かんなくないですか？いや、ベッドタスクやってて現れたらアルマさんがいただけだから、それは分かんなくて、あれ、あ、いいです。おまおじさんが展望方面に行ったら発見でいいですよね。あ、展望の方じゃないです。武器庫から上に上がっていくときに、キッチン、そうです。キッチンの木の字ぐらいですね。で、行ってるサントスさんが切って、キッチンの木の字？そう、だから、武器庫、キッチンの間ぐらいで切ってる。ああ、これ結構。ちなみに武器庫ないです。武器庫ないなんだ、サントスさん。武器庫の、うん、武器側の内側。ださっきも言ったけど、並走、ちょっとアルマさん前走りみたいな感じだから、コミさんも。いや、コミ直しちゃったよ。これはマジでサントさんの言ってることの方が部が悪いと思ってるし、まあ、アルマ君の死に持ってないのおかしい。センス問われる。センス問われる。てか、レポート点あるからね、さっき言ったけど。これ俺だけスキップ。ああ。ナイスです。センスない。まあ今日ダンディービーだからしょうがない。あ、頑張って。頑張って。もう一回コミュ行こうわ。はい。はい、ありがとうございます。全然飲みます。うん、はい。まあでもいずれにせよ鳴らした人物じゃなさそうかなと思ってんだよな、コミを。コミを、ああ、はいはい、はい、うん、本当にその境遇でオマが仮にアルマの死にを持ってなかった場合って停電の方が強そうかなって思っちゃった。だから、サントスさん、俺はサントスさんが鳴らしてる可能性は全然大いにあると思ってる。俺のことを認識してなかったから、サントスさんが。まあ、そうなんだ。うん、俺のことを認識してなかったからこそ、アルマ君しか見えてなくて。まあ、でも4人脇って言ってたから、そもそも整合性取ってる。うん、4人脇は合ってると思う。ネローマ、メタトスで、そこは整合性取れるから。乗っ取り防止で、乗っ取り防止でシェリフ出ときますね、現です。はい。はい。サントス。あ、どうぞ。あ、ごめん、さっきおまおじさんに入れた2票のうちの1票高垣です、うん、あ、それ知りたかった。うん、ざっくり右側にいた人を知りたくて、うん、ゆっくり詰めていいと思うよ。あと、タカ、ネロはコミュニータ、アカメタも左、オマも左、で、ゲンサシェフだからタクヤ、リンゴ。タクヤはエンジンターン脇でメインのゴミ抜いた後にエンジン戻っておしまい。私、貨物タウン脇で一生貨物です。ロミジュリ行って、金庫行って終わりです。
私メインかアーカイブには行って、貨物の方に行ってます。上からってことですか？上から、うん、うん、ラウンジ、はい、OK です、ありがとうございます。インゴさんとかはないですか、それって。あ、貨物まで入ってないです。ラウンジ、貨物の方に行ってて、ラウンジまで行って貨物に入れてか入れてないかぐらいに終わってると思います。だったら合わない。うん、OK です。いいですか、まあ、一応安直に高垣が煽りに入れてるから高垣は人外っぽいなとだけ言っときます。まあオマが人外の可能性もあるから、うん、まあそうそうそ う, そう、めちゃくちゃ安直にやから、うん、ちなみにこれ俺スキップ入れてないけどね。え誰このスキップいやもうここは普通にローラーで俺全然いいと思ってるから。面白い。絶対死んでると思った。バイタル2秒ぐらい今使っちゃいました。気持ちはわかる。誰も死んでなかったっす。停電も直したんで隠しろで。結局さっきのスキップで出ない。別にいいんじゃない、もうなんかもういいかなと思ってた。一郎落ちたし。おまおじさんをローに見せたいマットがあんのかな。うん。うん、次適当な投票だと思う。赤メタの死体が、暗室の中で、そこから出てくるリンさんを見てるので、ほぼリンさんが人外に見てます。あ、じゃあ高垣さん対抗で大丈夫です。私あのメインにはいますけど見えてないので視野広いと思います。大丈夫です、暗室の中から出てくるリンさんを見てるので大丈夫です。間違いないですね。はい、畑迫さんって赤メタさんとセットで動いてたと思うんですけど、どこで見失いました？なんかいたなと思ってはいるんですけど記憶が人間配線ぐらいまではいたんじゃない？キッチンでやってコックピット、コックピット行ってないわ。僕も右下に、左下にタスクがなかったんで、金庫にさっさと入っていて、うん、ミーティングのタスクやってたから、多分エンジンとかで分かれてるはず。間違いない。その通りだと思う。あとそこはちなみにできない、このキル。てか。停電直した方。はい、タクヤです。証拠を右で直してます。リンゴさんって今、どこおられます？メインにいます。多分私目線だと高垣さんかなって思ってて、リンさんがメインの暗室のところに入っていくのとすれ違って、私左の弁当のある部屋、左の下の方に行ってるんですよ。だからそこで切ったら普通に怪しまれそうだけどとは思いました。リンさんからどうですか？私もでき、うん、怪しい。はい、まあでもリンゴさんは難しいと思います。だから高垣さんでいいと思います。停電始まったタイミングでリンゴさんは多分キッチンぐらいにいたはずなので、ちょっと変かなって思いました。おい変だってよ。何言ってますけど。おい変だってよ。てかなんで高垣さんから釣らないんですか、変なやつ。変なやつだからよ。そこまで言わなくてよ。お前スキップ入れただろさっき。人のスキップか。それは本当に出てない。いや、スキップ私です。私なんかよ。まあ、お前さんなんだ。お前さんなんだよ。結構出なかった。お土産すらできんかった。センスなかった。三藤さんに入れてる人センスないですよ。センスなかった。あ、よかった。よかった、俺スキップだから一番センスあるや。確かに。モストセンスだよ。高垣とネルちゃんに
センスあるの称号付与。ちょっと名前の上につけときます。センスって称号つけときます。で、ぽいやつ、ぽいやつつけときます。